まず一発目、花カフェさんでございます。どうもこんばんは。やばいやばいやばい。息子も生まれたしね。ねえ、おめでとうございます。可愛らしいね。はい。もう帰るの楽しみなんじゃん、毎日。そうね。でも、基本的にも寝てるし。あ、そうか、そうか。朝ぐらいかな、ちゃんと会ってるの。ちゃんと目描いてるから、目描いてるから、開けないで喋ってる。はい、きついんですけどね。開けないだよ。怖いけど。でも、はい、私も今年初めてね、花カフェさんに。そうです。これ、何ですか？動画、いや、ただ単にあのフェイスブックに上げるだけ。はいはい、じゃあ、ね、あのトムさんの方からね、はい、年末年始の年末年始のなんか逆じゃないの？大丈夫だと思うよ、うん、あ、逆だでしょ。でも分かってくれる人は分かってくれるよそうか、そう、逆になっちゃう。自撮りすると逆になっちゃうんだよ。そうか、でも読めるよね。朝霞市中町 1-3-3708461566565。これも入ってんだ。これ入ってるよ。あららでございますね。で、年末年内は今年、今日まで、今日まで。あ、じゃあ明日はあのテイクアウトの引き渡しがあるけど、もう基本的にもう営業は今日まで行ってます。そうそう、お弁当とかね、キッシュとかのやってます、やってますね。あ、あるんで忙しかったね。そう、うまいんだ、またこれ。これ何使うの？3回目3回目のこと聞いたら2になってるんですよ。2あげるだけ。なるほど、ね、企画もの、企画もの、はい。なんかね、なんかユーストリームとかさ、あ、そう、ユーストもいいよ ね。YouTube あげちゃう？YouTube にもあげちゃう？あ、いいよ、別に全然僕は問題ないですよ。本当ですか、はい、そしたらちょっと動画編集したら、まあ、YouTube の方にもいずれ上げてみようかと思います。はい、はい、よろしくお願いいたします。今日は花さんでビールをいただいております。はい、よかったい。じゃあスタジオのエイジよろしくちゅうこって2軒目は20年お世話になっている一番さんにお邪魔します。こんばんは。さあ、
しぶりだね。ごめんな、久しぶり。コジお疲れ。どうも。黒鯛でございます。ここでやるじゃないですか。一番31日と1月1日がお休み。そうです、もう毎年。うん、すごい。2日からね、あ、そう、新年は営業で。うまい。呼んであげて、マスター。うまい。俺からビール4杯あのつけといてください。まこちゃん呼ぶの？だけど帰ってるのかな。まだ仕事してるのかな。今日までやってたんですよ。まあ今日じゃなくてもいつかまた飲むから。じゃあビール4杯つけといてください。ありがとうございます。幸せ。正月は2日から営業しております。3軒目、ひじり。ここね、しんのすけさんがね、高校3年間お世話になったお店でございます。こんばんは。あ、いるかな、大丈夫？大丈夫？マスターがホールにいるよ。4軒目。あ、これだから分かんないんだよね。まあ隠れ家っちゃ隠れ家なんだよな。よし、マフ行きます。ガラ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 。よし、よし、キヨコです。何よ。こんばんは。いや、今日ね、ちょっといろいろ、ちょっといろいろ考えてて、うん、どうも。今年一年お疲れ様でした。本当にありがとうございます。こちらこそありがとうございました。とりあえず、うん、チャックが全開なんだけど。ちょっと待って、止めるから。常連のお客様とね、清子さんと今ずっと飲んでましたけれども、まあ、清子は痩せない方がいいという方向でよろしいですか？健康のために少し痩せた方がいいと思う。ああ、そうね、それもあるよね。血液サラサラ。でも、体格と身長高くはそんなにあれじゃないでしょ。いや、全然ダメです。ダメです。ということで、ゆしまふさん、年末年始の営業は今日が最終日？明日12月30日まで営業してます。はい。で、年明けはこれがまたね。年明けはわかりません。向こうに聞いた方がいいじゃない。向こうに聞いた方がいいじゃない。そう、わかんないですよ。7は確実、ね、7確実。その前は不明。で、ゆしまふの店舗情報。面白いおかみさん、清子さんと、まあ、飲める店でございます。ぜひお越しください。探してこいで。そんでもって5軒目なんですけれども、にんじんさん、多分実は入ったことないんですよ。
でもガラス越しに知ってる顔がいっぱいあるんで、ちょっと入ってみたいと思います。あ、落ちた。タキちゃん、イエーイ。ごめん、あ、ありがとうございます。仕込みバレバレやね。こっち座る。ありがとうね、ありがとうね。ちょっと、ちょっと行ってくる。カドネの顔とかだ。はい、カドネ。なんだよ、お前なんかでかいじゃん。よし。ママ、ママとタマが。電話変わった？うん、スマホ変えたの。変えたね。壊れちゃったの。でかくね。もっと話して、話して。これどこがあるの？もうカメラどこなの？あ、映ってる、映ってる。映ってる、どこで映ってる？これ。どこで映ってる？いや、そのままでいいの。喋ればいいの。喋ればいいの。喋ればいいの。そう。タマです。タカです。二人合わせて。そんなカメラ。そんなカメラ。カメラを持ってなきゃいけないでしょ。固定して、あのこれこれあの11年間お世話になった居酒屋はじめさんの、あの吉高、ね、今日ね店で飲んでるだけだけど、あでも働いてよね、たまに氷入れたりね、フィルムをかざしてたりね、長い付き合いで、それあのちょうど4軒目の飲酒が終わって、あの歩いてる時にこの居酒屋人参さんの前通ったら、なんかいたんで、入ったらいた、はい、いたっていうことで、いたっていうことで、ごちそうさまです。え、私ふざけんなんです。ウイスキー飲むしかないんだよ。吉高ね、吉高何歳だっけ今年？43。髪の毛増えたんじゃねえの？そう、今は AGA で、来た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 、あの AGA で言われてるフィンペシアとかいう薬を飲んでて、え、本当に飲んでるの？増えてる、増えるらしい。増える、髪の毛増えるけど勢力落ちるらしい。どっちがいい？勢力いらないだろ。いや、いるだろ。まあ、バリ箸でも添えてゴムすればいけるんじゃないかな。だいたい5軒目になるとね、私もこんなテンションになりますね。俺、1軒目なんだけど、ワンテンション。これ、いいのがだいぶ。これが朝霞コーヒー。ね。だからこれを編集して使えるってこと。うん、そのままあげるよ。そのままあげるの？うん、アップするよ。なんか、やっぱ太ってるな、顔が。ちょっと太ったんじゃね？まあ、ちんちゃん太らないで。そこはいいから。